第一の歌は、グスタフ・マーラーが1908年に作曲した、声楽を伴う、公共曲。連作歌曲としての性格も併せ持っている。第一の歌というメインタイトルに続き、副題として、テノールとアルトとオーケストラのための公共曲とあり、通常マーラーが9番目に作曲した、公共曲として位置付けられるが、連作歌曲としての性格も併せ持っており、 ピアノとソリストのための意向も存在するため、公共曲と連作歌曲と融合させた作品と考えられる。公共曲としてはかなり破格の存在であり、9番目の公共曲であるという点も影響してか、マーラーは大番といった番号を与えなかった。なお、ウニベルザール出版社から出版されている決定版奏夫には第一の歌とだけ記されていて、 公共曲とは全く記されていないところを見ると、歌曲集としての重みも非常に強い。後にこの作品に影響を受けて、セムリンスキーのジョジョー公共曲や、ショスタコービチの公共曲第14番が生まれている。ペンデレツキは、ベートンゲの詩による八楽章からなる、公共曲第6番、中国の詩を作曲した。作曲は1908年、六楽章からなり、 テノールとアルトが交互に特徴を務める。歌詞はリハクラによる投資に基づき、ドイツの詩人、翻訳家のハンス・ベートゲが自由に翻訳、編集した詩集、中国の笛から7編の詩を選び、これをマーラー自身が適宜改編したものによっている。マーラーがベートゲの中国の笛に出会ったのは作曲の前年1907年秋と考えられるが、 その年の夏、マーラーは、長女マリア・アンナの死に遭い、自身も心臓疾患の診断を受けていた。同年暮れには、10年間勤めてきたウィーン、宮廷歌劇場の音楽監督を辞任し、渡米するという天気を迎えている。マーラーにとって、死が身近なものとなり、音楽活動だけでなく、実生活面でも、ヨーロッパとの決別という心情があったと考えられる。 こうしたもとで作曲された大地の歌は、前作公共曲第8番までの音楽の多性的かつ重層的な展開によって獲得していた多義性は影を潜め、これに代わって色彩的で完美かつ単美的な表現が全面に打ち出されている。諸法的にも、過性的、ホモホニー的な進行が顕著になっている。とはいえ、このような特徴は、 すでに公共曲第8番や第7番でも、放課的に見られていたものである。マーラーの作曲活動は、公共曲と歌曲が大きな柱となっているが、大地の歌はこの両者が融合された傑作として、マーラー作品の中では親しみやすい、公共曲第1番、第4番とともに、早くから受容されてきた。同時に、この曲から聞き取れる、東洋的な無常感、遠征感、 別離の気分は続く公共曲第9番と共にマーラーの生涯や人間像を決定的に印象づけるものとなっている。演奏時間約60分。なお、大地の歌という日本語の役題について柴田奈美はおそらく前期レコード発売時の表訳であろうが時期からしてパールバックの大地を踏まえて付けられたのは疑いないと断定している。2005年8月に 水愛式のシンガポール公共楽団、両姉と爆花林読賞による中国語歌唱の録音がなされている。本作の世界初演は1911年11月20日、ミュンヘンにて、ブルーノ・ワルター式、海務還元楽団によって行われた。この年の5月にマーラーはこの世を去っており、マーラーの弟子であるワルターが式を担当することとなった。ワルターはその時の思いを自助伝。 主題と変装において、大地の歌の初演は、最も貴重な芸術上事件として生涯忘れることはできない。それは、マーラーが残してくれた、私自身にとっても、極めて大事なこの作品の初演の責任を感じていたことであり、さらには、私が死に代わって行うことを感じていたことなどが理由である。また、初演で、彼から私に委ねられたスコアがここに、 初めて感動的な音楽の響きとなるや、個人のありさまを痛ましくもまた身近に感じたからだ、と書き残している。日本初演は1941年1月22日、東京の日比谷公会堂における第222回定期演奏会にて、ヨーゼフ・ローゼンシュトック式新興協楽団、木下保津、四谷文子による。ピアノとソリスト校の世界初演は、 1989年5月15日、東京都の国立音楽大学行動にて、ボォルフガング・サバリッシュのピアノ、マリアーナ・リポフシク、エスタ・ビンベルイの読唱によって行われた。1912年、ウィーンのウニベルザール出版社から出版。1964年には、国際マーラー協会による全集版が同社から出版。 1990年には前週版の改訂版が出版された。1989年、ウニベルザール出版社からピアノコーが出版。マーラーはこの作品の全曲のピアノ伴奏によるコーを残している。オーケストラコートは小説数や音、歌詞などに相違がある。このピアノコーはボーカルスコアのように作品に付随して生み出されたものとは異なり。 独立した作品として構想され、同時並行的に作曲が進められている。このような例は、他に、少年の魔法の角笛、亡き子を忍ぶ歌があり、この曲の歌曲的性格を示す。このピアノ校は、マーラー存命中に演奏、出版されることがなく、死後、自筆譜を妻アルマが所持していた。1950年代に、アルマは、自筆校を、歌唱の夫をカリルに送り、 これがステファン・ヘフリングによって肯定され、1989年にマーラー全集の補完として出版された。オーケストラーとピアノーとの比較によって、構想の推移やマーラーの意図をある程度つかむことができる。この成果から1990年にオーケストラ校の改訂版が出版されている。マーラーは偶数学賞をあると、またはバリトンの読書に当てており、 その選択は演奏者に委ねられている。初演の指揮者でマーラーの直弟子のワルターはこの曲をたびたび演奏しているがバリトンでの演奏は一度きりだった。そのこともあって現在では男性と女性の対比をつけるためにアルトで演奏、録音する例が圧倒的に多い。そのためバリトンでの演奏、録音の例は多くないがクリップス、クレツキ、バーンスタイン、 ラトル、サロネン、ケント・ナガノなどが指揮した録音がある。中でもバーンスタインがバリトンにフィッシャー・ディースカウを起用してウィーン・フィル・ハーモニー管弦楽団といった録音が知られている。全六楽章からなる。テノールとアルトが楽章ごとに交互に独唱する。柴田奈夫は全体の構成を第四楽章を中心とし、第三楽章と第五楽章、第二楽章と、 第六楽章、第一楽章と第六楽章がそれぞれ対応する対照的配置であるとしている。これに対し、諸井誠は第3.45楽章をスケルソ楽章の三部形式とみなすことで、音楽的には全体を伝統的な四楽章制、公共曲として捉えることができ、指摘内容からは、第一楽章と第五楽章、第二楽章と第六楽章、 第3楽章と第4楽章が対応関係になっているので、第3.4楽章を中間展開部とする三部構成と捉えることもできるとしている。しかし、第3.45楽章を典型的な過曲集の形としてみなすことも可能である。アレグロペザンテイ長さん、四拍子子は理白、非加行に基づくが自由に改変されている。テノール読章。 ホルンの清掃で始まり、劇的でペシミスティックな性格が打ち出されている。歌詞は3節からなり、各節は、生は暗く、死もまた暗いという同じ句で結ばれる。この句は最初は、と単調、2回目に変異単調、3回目には異調と半音ずつ上昇して強調されている。まことは、 この第一学章と次の第二学章について、そなた形式として分析することが可能だとしている。エトワスシュレシャンド、アーミューデイに単調さん、二拍子氏は、先期イサオコアキヨナガとされてきたが、近年は疑問視されており、長石もしくは長継ぎとの説がある。そなたの感情学章のようである。アルトドクショ章。ベホグリッシュハイター変ロ長長に、二拍子氏は、リハク・ 円陶化停止に基づく。テノール読書。ピアノ講の題名は、当然の、定であり、ベートゲの題名をそのまま使っている。ベートゲは、原始の、陶化を、陶器の家と語訳している。音楽は、五音音階を用いて、東洋的な雰囲気を醸し出している。コモドドルチッシ元町長さん、四拍子子は、理白、サイレン曲に基づく。アルト読書。 ヒアノコウの題名は、岸辺にテであり、ベートゲの題名をそのまま使っている。レンの花を摘む乙女を描く甘美な部分と馬をかける、若者の勇壮な部分が見事なコントラストを作っている。アレグロイ町長4、4拍子子は、李白、カスガヨイキこと詩に基づく。投資の内容に最も忠実とされる。ここでも還元学の感想部分などに、五音音階が顕著に用いられている。 テノール読書。シュベル、破綻帳4、4拍子拡大されたソナタ形式。アルト読書。演奏時間にして、全体の4割以上を要する長大な楽章である。詩は、前半部分が、もう後年の、宿号詩参謀基調を覆いたり、後半部分が、大いの、壮別によっている。ベートンゲの詩は投資に忠実だが、マーラーが2つの詩を結合させた上、 自由に改変、追加している。曲の最後は、永遠に、の句を繰り返しながら、波長調の手話音に至るが、和音に、音階の、第6度音の異音が加えられてとなっているため、波長長とも異端長ともつかない、閉じられない印象を残すでも決微に使われているほか、後には、シックスコードとして、ポピュラー音楽でも多用される。マーラーはこの部分にガンスリックアースタベンドと、 書き込んでいる。この楽章のみで約30分の演奏時間を持つ非常に長大な楽章である。マーラーが歌詞に採用したのはハンス・ベートゲ変訳家による詩集中国の笛中国の助上詩による模倣作である。ベートゲは中国語を介さず中国の笛は起出版の中国の助上詩投資、多摩書からの翻訳あるいは自由な模倣によっている。このため 原始にほぼ忠実なものや自由な模索となっているものが混在しており、元となった投資については特定できていないものもある。19世紀末から20世紀初頭にかけて、マーラーの周囲では、ウィーン分離派やミュンヘンでの有限とシュティールなど、感情と感覚が結合した時代様式が盛んであり、これはドイツ・オーストリアにとどまらないヨーロッパの風潮でもあった。この時代には、文学、 絵画を含めた芸術分野で詩をテーマとした作品が数多く生み出されており、同時にエキゾチズム、とりわけ日本を含めた東洋への関心も高まっていた。ベートゲの中国の笛はこのような時代の初尊であり、マーラーの大地の歌もまたこの系列に含めることができる。したがって大地の歌には先に述べたように無情感、遠征感、別離の気分が漂っているとしても、 このことで、マーラー自身が、東洋的定観に達していたとは、必ずしも言えない。しかしながら、人間は、死んで地上からいなくなるが、大地は永遠に繰り返して花を咲かせ、緑に覆われるというイメージについて、マーラーは10歳代の頃から手紙でこのことに触れている。第六楽章で、永遠の大地を強調する歌詞を追加したのも、マーラー自身である。アルトゥル・ショペンハワーや、 フリードリヒ・ニーチェの著作を読んでいたマーラーが、投資の変訳に接して、これに、自身のイメージと体験を重ね合わせていたことは、間違いない。第一の歌は、公共曲第8番に次いで完成され、本来ならば、第9番という番号が付けられるべきものだった。しかし、ベートーベンが、公共曲第10番を未完成に終わらせ、またブルックナーが10曲の公共曲を完成させた。 ものの、11番目に当たる、第9公共曲が未完成のうちに死去したことを意識したマーラーは、この曲に番号を与えず、単に第1の歌とした。その後に作曲したのが純然たる、器楽作品であったため、これを公共曲第9番とした。マーラーは続いて、公共曲第10番に着手したのだが、未完に終わり、結局、第9のジンクスは成立してしまった。 というのが通説となっている。これとは逆に、続いて第9公共曲を作曲すれば、10曲として数えることができるために、公共曲としては破格のこの曲に、あえて公共曲の名称を与えて、ジンクスの干渉地帯としたとする説もある。この説は、ブルックナーが実際には10曲以上書いていることから、すると説得力に欠ける。ただし、第1の歌が、 公共曲として、破格という点では、明確に、そなた形式を用いた楽章を書き、強い歌曲的性格と処方に加えて、亡き子を忍ぶ歌同様、ピアノ公も同時に作曲されていた経過からして、そのような判断が、マーラー自身にあったとも考えられる。第一の歌に番号が付されていない理由として、上記のジンクス説は、この曲の性格とマーラーの心理の一面を物語る。 ものではあっても、それが、すべてとは言えない。これまでのマーラー作品は、マーラー自身によって初演され、出版までに楽譜に手が加えられる過程で、表現がより明確にされ、表題などの位置づけも練り上げられて、完成度が高められてきた。しかし、戦術の通り、第一の歌は、マーラーの死によって、それが果たされなかった。このことは、第九のジンクスが、現在まで、 神話的に語られる要因となっている。事実上のアレグロ・ソナタや感情学賞を持った歌曲集でもある。第一の歌に使用された歌詞は、前述の通り原始が特定されているものについては、すべて正当の詩人の作品によるものである。原始の特定は、ベートゲによる追想作や、定本の語訳によって容易ではなかったが、中国文学者の吉川幸次郎やドイツ文学者の 藤川秀夫、音楽学者の浜尾房子らの努力によって、7編のうち6編の原子が確認されている。歌詞で唯一原子が特定されていないのがこの、秋に、寂し記者である。かつては、戦期の、伊佐小秋夜な号によるという説が一般的だったが、これは、秋の夜の男女の創始の情を歌ったもので、中国の笛に収められている。哲学的な詩の内容には程遠い。 さらに、ベートゲが表記した作者名、チャング TI は漢字表記に直せば、むしろ、長石ない詩は、長次であり、ベートゲは、同じチャング TI の表記で、長石の切符ンを忠実に訳して、中国の笛に収めているので、このことからこの詩は、長石による可能性が高いと見られている。しかし、残された、長席の作品に該当するものが見当たらないことから、 ベートゲによる追走策の可能性が指摘されている。ありがとうございます。